シブチンは山崎と子の短編小説及びそれを表題とした短編集。短編集は1959年2月に中央公論社から単行本が刊行され、1965年に新潮文庫版が刊行された。シブマンとあだ名されるほどの節約家である。 大阪船場材木丼屋主人の山田万次郎の臨食ぶりと独特の金銭哲学を描いた作品。渋賃とは大阪弁でケチン号という意味である。現在までに船場狂い、持参金、渋賃、遺留品が山崎豊子短編集として1959年3月に、また渋賃が文芸劇場枠で1962年、船場狂いが ポーラ名作劇場枠で1963年にドラマ化されている。KR テレビの山陽テレビ劇場枠にて、1959年3月6日、同年3月27日の金曜22時22時45分に放送。全4回でいずれも山陽電機の一社提供。森光子のみ、全4回とも出演している。NHK で 文芸劇場枠で1962年3月30日に、金曜20時21時に放送。第25回目に当たる作品である。全1回。ほかほか、ネットテレビで、ポーラ名作劇場枠で1963年6月10日に、月曜22時23時に放送。全1回。ほかほか。ありがとうございます。